気持ちいい。こんにちは、マイです。今回ナレーションを担当します。はじめましてです。師匠の真似して一言、今日の京都で八幡平ということで、今回師匠は雪の回廊を見たくて八幡平アスピーテラインに行ったみたいです。ちなみに初めて見る人は、今日も京都でってなんそれって思ったと思うんですけど、師匠がいつも動画の冒頭に枕言葉みたいな感じで喋るので、それを真似しちゃいました。それにしてもまだ寒いと思うんですけど、バイクでよく行きますよね。私なら耐えれないかも。映像を見せてもらったんですけど、アスピーテラインを頂上の見返り峠まで登って、樹海ラインを降りてきたみたいです。師匠曰く、雪の回廊の壁がいつもより低かったかもということでした。そして本当は4月15日の開通と同時に一番乗りしたかったみたいなんですけど、フロントのブレーキホースに問題があったみたいで、15日は会えなく断念。フロントのブレーキホースを交換して後日改めて行ったみたいです。なんとかゴールデンウィーク前には行けたようです。ということで、八幡平アスピーテライン岩手県側上り見返り峠までの映像となります。ノーカットだと30分くらいの動画になってしまうので、適度に編集しております。ぜひ最後までご覧になってください。
ろそろ頂上ですね。楽しんでいただけましたでしょうか。最後まで見てくれたあなたが大好きです。ナレーションはマイでした。それではまた。Es ist Freitagabend und ich sitz zu Haus, pump den Sound aus den Boxen und zwar richtig laut, ja.